トレンド的に機能性再現性ってところを置いてて、まあ、日々のライフスタイルファッションでアレンジが効くで再現性ってのが誰でも瞬時にセットができる。自分の理想とビジョンを持つっていうところと、あと人とお金と時間っていうこの3つの使い方に関してはすごく意識した方がいいなと。こうやってウェイウェイやってますけど、多分誰よりも失敗してるし、僕の展望としては、まあ、ずっと言ってるんですけど、まあ、天下統一したいと。